さあ江戸の鍼灸ってどうだったんだって。江戸時代の鍼治療は視覚障害者、目の見えない人ですね、目の見えない人の特権階級だったんです。大儲けしたのかどうかわかんないですけど。そしてね、さっきの階級ありましたよね。まあこの下初心とかね、打ち掛けとかあるのよ。ここがね、座頭、座頭一のね、座頭の一差っていう感じでね、座頭一はこの辺だったんだけど、ヒットしてるもんだからどんどん上がっていくわけですよね。これが年功序列じゃないですから、どんどん上がっていっちゃうんですよね。兼業になっちゃうんですよ。そして時の将軍がね、綱吉ですよ。その綱吉から大変な信頼を受けてね、受け手がこうやってやってくれね、もうわいちわいちとか言ってたんでしょうね。ほいですごい気に入ってるからね、綱吉公がね、褒美に何か欲しいものを与えようと思うんだけど、何かいるものないか聞いたんですよね。まあね、達治さんはね、一つでいいですから目が欲しいって言ったそうなんですよね。で綱吉もね、本物の目をあげるわけにはいかないというか、そんなことできないでしょ。仕方ないからね、本所一つ目っていうところ、東京にあるんですね、こういう地名が、本所一つ目、ね、そこに屋敷を与えたって。で今でもね、そこはね、お祭りする神社があるんですよ。まあこれはね、江ノ島の弁財殿をお祭りするっていうことで、こう分社して来てるんですけど、まあ杉山神社になってるんでしょうね。今もあります。今もあります。そこはね。そして、そこの杉山神社のところに学校を作ったんですよ。視覚障害者のある方々の職業教育施設っていうやつですね。杉山流鍼治療動員稽古所っていうところね、作ってね、視覚障害者のある人の就職として鍼灸マッサージを定着することができたんですね。この時点で独占が実を結ぶわけですよね。でどんなことしたかって言うたらね、初期教育はね18歳ぐらいまででやるんですね。でまあアンマーハリとかでね3年ぐらいの分をやって、基礎教育っていうことで、まあ21ぐらいですか、まあ6年ぐらい初期教育ですね。で中期教育をしたら、大体技術は一通りマスターっていうのが28ぐらい、それでそっからね32ぐらいまではね教えることもできると。で教えることによって自分の身につけるとかいうことをやってね、で後期教育になったらもう32からですよね。で最終教育としては50歳ぐらいまでやるそうですね。でもね、そこまでね、最終教育まで行ったらもう杉山新伝流秘伝一貫が伝授されるっていうような感じになるんで、なんかね大名の施術もできるらしいですね。それで東京にねこういう学校4箇所で、全国に45箇所でやってるから、まああれですよね、30ぐらいになったらもう座頭として外に出てね、ピーって笛を吹きながらねできるから、お金も稼げるしね、ちゃんとした教育受けてるから、もう言葉遣いから作法までちゃんとした教育受けて、で読んだらねニコニコ笑ってきてくれるわけだからね、結構ね人々に尊敬されてたんですよね。座頭さん、座頭さんとかね、いっちゃん来たかなとか、明日も来ておくれよとかね、
そんな感じでね、愛されてたんでしょうね。目の不自由な人がもう致命的なんですよね、目が不自由なって。僕も障害持ってますけど、腕が動かない、足が動かないというようなことがしょっちゅうあるんですけど、寝ててテレビ見て YouTube 見て面白いなーって折れるんで、目が見えなくなったらこれつらいなーってラジオかとかねそんな感じでね、いろいろね、まあ僕の場合はね、目が見えない人と障害のレベルは変わらんぐらいなんだけど、いや僕は目が見えない方が嫌だな、今の僕の方がいいな。でもね、視覚障害者教育ってヨーロッパでそういう考え方、そういう学校ができたのは18世紀ぐらいなんですね。だからね、杉本和一さんが作った時より100年も後なんです。どれだけ日本が進んでたかね。進んでたか言って、画像が進んでなかった。これがね、江ノ島杉山神社なんですよ、ね、だから一つ目にあるんですよ。今もあるんですよ、ちゃんと。でね、杉山針庵治療所っていうの今もあるんですよ。ちゃんと行ってね、施術してくれるらしいですよ。ホームページがありました。で、江戸時代っていうのは鍼灸ですごいこう病気が治るわけじゃない、東洋医学ですからね。もう基本自己治癒能力を高めるっていうのが針とかマッサージとか灸なんですね。漢方薬とかもそうなんですけど、ウイルスがあったらそれを叩いてね、殺してしまうとかいうようなんじゃないんですよ。自分が生きようとする力、悪いバイ菌をのけようとする力を応援するのが東洋医学なんですよね。だから東洋医学っていうのは速攻で治らないこと多いですね。特効薬っていうのはあんまりない。でもね、予防薬としては素晴らしいものがある。だから江戸時代はもう病気になったらね、本当にね、治るのが難しいんですよ。ね、風邪だと言っても死ぬことが多いとね。ちょっとね、肺炎になりましたよとまず死にますわなとかね。腰、骨を折ったらなかなかまともにくっつかないぜとかね。ぎっくり腰になったらもうしばらくダメだぞみたいなことなんで、その頃江戸時代の人が考えたのは予防治療ですね。これがね、時々ブームになるんですよね。健康でいたいっていう感じでね。それにはね、針灸マッサージがいいわけですよ。だから健康な時に呼んでマッサージしてもらって、凝ってるところをほぐしてもらうっていうことをね、日常的にやってたんですよね。だから江戸に健康ブームっていうのはちょくちょく起きてた。これはね、杉山和一さんのおかげでしょうね。予防医学っていうのもこれからは考えていかないといけないことなんでしょうね。僕はものすごい今ね、病院行ってますけど、もういっぱい薬もらってますけど、そもそも病気にならないような生活をしてたらこういうことないわけですよね。だから元気な時にいろいろやったりとか、健康診断とかしたりね、悪い病気になったらすぐ治すとかね、そういうようなことをしたらいいんで、病気になったのを治すのは西洋医学にしても東洋医学にしても大変ですよ。ですからあらかじめの予防医学っていうのも興味を持ってみないといけないし、それ杉山和一さんはもう世界より、ヨーロッパより100年も早くからそういう考え方をして、なおかつ障害者支援、障害者支援っていうのは補助金だとかお金を渡すんじゃないです。要は仕事を作ってあげるのが一番、できる仕事を作ってあげるのが理想なんですね。
だから、まあ、職業訓練所っていう形なんでしょうけど、目の見えない人だけにっていうことですよね。さあね、またね、ハリキューだけじゃなくて音楽の方もね、目の見えない人はね、いろいろやってるんですけどね、これがね、音楽はね、すごいこうきらびやかなところとすごい暗いところがあるんでね、それはそれでまたゆっくりお話しさせてもらおうかと思います。ということでね、今日はちゃんと昔の道具、そして庶民の生活についてこう話すって言ったらこんな感じになるのかなとか思いながらね、イメージしながら話してみました。面白いと思ったらチャンネル登録とか高評価押していただいたらありがたいと思います。ありがとうございました。